風流廃墟。お、市政市長解放。規制か。っていうな。私は精神と共にあれ。誰もいない家。キャサリンと低温調査キャサリンと会話する。あ、バーコイン大事大事。か、うわ。ここが風流廃墟の正門だな。オイラたちにとっては巨大だけど、タワリンみたいな大きな体でどうやって巣まで戻るんだろうな。兄貴おるか。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。せやな。お前、そういうことにしておこう。何の秘境？あ、なんか、すげえな、これ。どん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 。生物。あー、生物ね。生物の秘境があるんや。武器突破。武器突破はずっと言ってるね。生物が、まあいいか。宝箱やってるんで。行き止まりだね。あら、行き止まり。あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか？だいぶ高いな。開いてるけど。うん。あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。雰囲気なかったっけ？うん。回り道になるけど、行こう。おう。うん。回り道になるけど、行こう。ミンティさっきからパイモンの前ばっかりずるやん。こちら。この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。ないことはなさそう。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってばほんと真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに。どこが真面目なんだよ。嘘つくな。嘘つくな。うん、瞳はまた探索で集めとこう。どんどんこれ。よし、よし。あー、ちょっと。忘れずっと足りな。お。試合をしよう。こっちか。よし。ん？こっちか。お。お、七天神像。あれかな？訪問するって書いてあったな。ほい。ほい。ほい。しゃ。よっ。しゃ。ほら、あそこ見てみろ。雰囲気がある。上まで行けるかもしれないな。オッケー、マップが開いた。いいね。お、これで、温度全域行ったんちゃう？訪問するほどは集めてないか。さすがに2個しかない。第一調査、うん、お、22になった。ん、おー、入れた。ここか、よいしょ。試合をしよう。口頭に入れたよ。石油がおるけど、ポーチ。オッケー、上がりすぎ。ほっ、オッケー。これ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。古い封印。これもトワリンの仕業か？違うよ、
この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。暴君、うん、ティラノサウルス。機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば同行の儀式を完了できるだろう。見たところ、同行の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ、うん、まずはパーツを設置してまた様子を見てみよう。了解。ダウンアップに対応させて、なんか話すことあったらさあやってみて。やってみないとどうなるかわからないだろ。それもそうだ。善は急げだ。ディルク先輩の言った通りに動向装置を解放しよう。先輩はやめてくれって言われてなかったっけ。どうした、動向装置の解放に取り掛かろう。はい。とりあえずこれね、集めてないのに、こう勝手にこれで OK。 こうなんかでいったっけと。なかなか運がいいじゃないか。装置の解除方法は合ってるみたいだね。うん、この塔にはまだ3つの光の輪がある。あと2つも、つまりあと3つ動向装置を探さないと全ての封印は解除できないということか。マジか。ここから1つは見えるが、あれ残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。探そう。はい。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか。それは我々人間の勝ちだったろ。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。またそれかい。お前、そういうことにしとこう。でじゃ。あ、ちゃんと記してくれてるやん。ありがたいな、まったく。全然、あ、ワープポイント一個一個からもらうね。ここは飛び降り自殺、自殺じゃないわ。自殺とかも言わん方がいいわ。飛び降りできる？いけますね。いいですね。で、あとはワープポイントで帰ってくればいいもんな。帰るときはワープポイントでいいもんな。楽だな。飛び降りあるかは早い、もしかして。はい。よっこいしょ。はい。ついでにね、あそこのワープポイントも解放しておきましょう。オッケー。これをセットと。あと2つある。ちょっと待て。どういうこと？そんなバカな。2つあんの？これだけ検査しなくて出てくんのか。これ見つけるまで早送りだな。あった。もう一個、あ、あるやん。すぐ近くにあったやん。上やったけど。まずは一箇所。あ、なるほどね。その輪っかを一個一個取り外していく、取り外していくか、中に入れていくの。この動向装置って本当にすごいんだな。塔にある3つの光の輪の1つが地面になったな。なるほどね。早く次の装置を。オッ
OK、ワーポイント。おお、かぶできる。で、これもまた上にあるのかな、光の、あの、かけら、パーツ。あるある、すぐ見つけた。一個、まず一個。どれ入れちゃうかも。お主らに用はない。アイムコール。あの岩の中が燃える。砕け。あと一個。結構ないな。で、2個置いとくか。はい。上か？さっきみたいに。でも、封印がないけどな。じゃないよな、だって氷が光るはずやもんな。宝箱かな。風より取り散らかった。それが今はいいんだけど。あ、あるやん、あれ上から降りるタイプか。しかももうちょっと高めじゃないかかんな。これ入れろ。はい。オッケー。これで間に合いますね。時間かかってます。助けが必要な方がいるはずです。はい。おい、おい、おい。それあれや、千と千尋の神隠しのあれや。頭だけ。お前って本当にせっかちだな。オッケー。もう一回。ラスト行こう。 OK。 三つある光の輪のうち二つが地面になった。あと一つで塔の上に行くための封印を解除できるな。さすがに光ですよね。でもね、よいしょよいしょ。見やすいな。全部見える、目に見える位置にある。やった。一番ここ楽よ。よかった。なに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 。こいつは探すんの、アビス。通りで見やすい位置にあるわけだ。あんな分かりやすい位置に。お前って本当にせっかちだな。許さねえ。もう消し飛ばしたけど。オッケー。はあ、オッケー、これで全部解放したぜ。封印は全部解いてやったぜ。できた。できた。ついにあの場所を探索できるな。特に一回はないな。よし、じゃあ飛ぼう。風流廃墟に入るっていうね、秘境と同じマークがあった。